今日は東京で朝から冷たい雨が降り、11月並みの寒さとなりました。各地で不安定な天気となり、竜巻の元となる漏斗雲や激しい雷雨が発生しました。激しい雨が降る海岸線、海の上には、いや、竜巻よね、ほんとすごいよね。あ、すごいことがありますよ。激ヤバや、こっち来たら車飛ぶや。愛媛県では竜巻の元となる漏斗雲が発生。気象庁は当時、竜巻注意情報を発表して注意を呼びかけていました。北陸、福井県では昼前に氷やあられが降りました。今日、西日本や日本海沿岸は寒気の影響で雨雲が発達して、広い範囲で不安定な天気に。関東では千葉県の南部で住宅地を流れる川が増水。川につながる側溝は雨水が勢いよく流れていきます。南房総市と館山市では大雨洪水警報が出されていました。道路脇の排水溝からは水があふれ冠水する被害も。道の駅では観光に打撃が。木もだいぶ揺れてて風も吹いてきて危ないかなっていう。雨が止んでも強い風が吹き荒れます。店内には今が旬の特産物、極早みかんがずらりと並んでいます。秋に収穫される温州みかんです。ただこの悪天候で客足が激減しています。いつもの日曜日のもう半分以下とか、まあ、3割ぐらいのお客様しか来てないという。三好村一応みかんの産地であるんですよ、まあ、なんで、まあ、温州みかんが出始めて結構店内にいろいろ並ぶようになってきてるんですが、生産者もちょっとこの雨で収穫できなくて、まあ、生産物も少ないんですけど、ちょっと厳しい感じですよね。東京の下町では冷たい雨の中で秋祭りが行われました。冷たい雨が正午になっても降り続いていますが、こちら根津神社で行われているお祭りでは温かい芋煮をいただくことができます。こんにちは。こんにちは。山形の郷土料理、芋煮が振る舞われています。もう湯気とともに美味しそうな香りが伝わってきます。温まりそうですね。東京の最低気温は14度、正午になっても 14.7 度と11月中旬並みの寒さです。出店の定番ソース焼きそばや牛肉も入った芋煮が大人気。温かい料理が冷えた体に染み渡ります。もうめちゃくちゃトロトロで、もうすっごいうまいです。特に今日寒いんで、もう体の芯からこう温まる感じで、もうめちゃくちゃうまいですね。聞いてるだけで美味しそうですね、はい、いかがですか。あの牛肉とかもしっかり入っててすごい美味しいです、はい、1時間後改めて訪ねてみると雨もやんで芋煮も完売していました。明日の東京は一転、気温が大幅に上がり、再び半袖日和になりそうです。